こんにちは、トラスト企画の花です。阿部ちゃんです。皆さん大変です。三菱を応援するぞと言い続けたら、はい、なんと三菱車が大量に入庫してきちゃいました。これデリカじゃないですか。またもうデカデカデリカ2台もね入庫してきちゃいまして、素晴らしいですね。もうこれすっごいお客様からの買い取りでして、はい、結構エピソードなんかもありますので、はい、車紹介しながら面白いエピソード紹介したいなと思いますので、ぜひ最後までチェックの方お願いします。お願いします。トラスト企画 LINE スタンプ第3弾、かわいいチビキャラスタンプが16種類できました。スタンプストアで検索してね。いや、三菱頑張れって言ってたら入ってきちゃったんですね。いやでもまあちょくちょく入ってくる分にはいいんですよ、うん、結構トラスト企画の本命はあのランサーなんでそっち結構入ってきてほしいなって思ってたんですけど、うん、なんかデリカ売れるし入ってくるし、いやなんかデリカに関してはちょっと自分にも責任があるような気がします。いやこれそうですね、やっぱあのオフロード走っちゃうと血が騒いじゃうんですよ、はい、こういう人たちの。なんか今日もオフロードコースのね、前で撮ってますけど。そうなんですよ、はい、で今回入庫してきたデリカは、はい、結構古めのデリカでして。そうだよね、以前紹介してしたデリカは D5 っていうね、うん、まあ現行なんかもあるお車なんですけど、うん、今回紹介する2台なんとこちらはデリカ、うん、スペースギア、うん、どちらも、まあ、2000年代もう初期に作られたお車でして、うん、ちなみにね、はい、これの前のデリカスターワゴンも入庫してます。まだ動画になってないけど。そうなんですか。実は入庫もしてます。マジかよ、はい、でこちらね2台たまたまあったわけではなくて、うん、なんとこちらの2台は同じオーナーさんから2台同時に買い取りしちゃったお車です。ちょっと待って、デリカ2台ってやばくないですか。まあその時点で結構やばいと思うじゃないですか。聞いたことないよこれね。実はなぜ2台あるかというとですね、はい、実はこっちが本命のデリカでして、うんうん、はい、こっちのデリカは、うん、なんとなんと部品取りのデリカ。嘘でしょ。そんなことあるかいなっていう。デリカの部品取り車を持ってるお客様ですか。そうです。あなたは変態です。もうめちゃくちゃこの時点ですごいね、やばくないですか、はい、でやっぱねデリカ大好きなオーナーさんで、うん、どちらのお車も結構比較的程度がいいお車なんですよ。え、全然部品取りに見えないですよこっちも。これ部品取りなんですけど、うん、全然取られてるものないよっていう、うんうんうん、車で、こっちがね本命のお車で、こっちは車検が令和7年まであるお車だったんですけど、うん、まあ、ご事情があって売られてしまったみたいで、はい、これ往年のデリカ多分ね見てくださってる皆さんドンピシャの世代だと思いますので。いや違うな。え、違いますか。ご覧の皆さんはデリカスターワゴン世代ですよ。より一個昔の。阿部ちゃんはこのデリカ世代。あ、そうですね、スペースギア世代。私もギリ乗ってる人いたかなぐらいの年代の車ですね。でこちらが平成18年式のお車でして、型式的には PD6W っていう、どっちも同じ型式になります、はい、でこちらのお車なんとこっちは限定車なんですよ。そうなんですか。限定車、はい、でこちらはアクティブエディションっていう、うん、こう特別仕様のお車でして、うんうん、何が特別かというと、まあ、中にナビが搭載されてたり、うん、内装が本革とアルカンターラで、そうなの。いや本当です。で作られてるっていう、はい、デリカの中では限定車のお車になります、うんうん、で特徴としては、まあ、ここに大型のフォグランプがついてるのと、うん、なんかデリカはこのイメージですね、うん、ガーニッシュがこう下に入ってて、ここがボディと同色になってるのも、うんうん、限定車のポイントになっております、うん、なるほど。で多分これは後付けかオプションのものですね。なんかスターワゴンの時もこれありましたね。 ありました、うん、で多分この年代ぐらいから
本当はもっとこういうパイプみたいなバンパーガードね、はい、ガードがついてたと思うんですけど、うん、あれは結構殺傷能力があるということでねなくなって、まあ、こういったデザインでねちょっとね、うん、銅形状みたいなデザインに変更になったのかなって思います。でもこのデリカって、はい、すごい長いモデルイヤーがあるんですよこれ。おお、スペースギアでですか。スペースギアも、え、これ確かね2007年くらいまで発売してたんですよね。おお、発表がね確か1998年とか97年くらいだったんですよ、はい、でもう同じモデルで約10年以上販売していて、はい、デリカってなんかそういう手があって、だってデリカの D5 だってさめちゃくちゃ長いことめちゃくちゃ長いですよね。販売してるじゃないですか。あれもちょっと顔面変わりましたけどね。そうですね、うん、でもやっぱこの往年のファンの方がやっぱファミリーカー乗るってなったらこれ一択なイメージありますよね。っていうか、まあ、この時代はまだ選択肢あったけど、はい、今の三菱にはこういう車を選ぶとなるとデリカしかないというだってラインナップ見たらこういったこうオフロードの車よりあの軽自動車のラインナップの方が多かったです、うん、ちょっと悲しいですね、はい、でもこれなんか思ったのは、うん、なんか日本サイズじゃなくないって思うぐらい、うん、めちゃくちゃ大きくないですか。だってこれ一応このワゴン系のさ、はい、車の中では一番前高が高いんですよ。そうですね、ハイルーフで、まあ、ロング、うん、これもうアメリカサイズじゃねってすごい思っちゃったんですよね、うん、でそういうのもあって、まあ、ちょっと売り上げが落ちちゃったのかなとか思っちゃうんですけど。いやでも根強いファン多いでしょう、このスペースギアは。結構この今のミニバンって言われるジャンルの先駆者であったりもするので、うん、まあ、昔のなんかちょっと高級なミニバンってこういう車だったのかなってすごい思いますね、うんうんうん、だってもう届かないもんこれ、うん、これは普通の車高なんですか。ちょっと上がってるのかな。これちょっと上がってるんじゃないかな。さすがにタイヤ変わってますしね。そうですね、うん、車外多分向こうがノーマルなのかな。あ、部品取りだから、うん、こっちノーマル車高なような気がしますあんまりなんか差もないような気もしますけど、うん、ちょっとすいません詳しくないので。そうですねもしかしたらノーマル車高かもね。そうですね、こっちも、うん、でやっぱ往年のこういったミニバンっていうのは、うん、こっち側にはないですから、スライドドア、ね、スライドドア片側、最近は両方ついてますからね、はい、いやそれもすごい昔を感じますよね、うん、でもなんかさ、もうこのスタイリングからして遊び心があるじゃないですか。お、感じますか。だってなんか堅実なミニバンじゃないもん、どうかどっからどう見たってそうですね、うん、やっぱ足回りのこの大きさだったり。そうそうそう。いやでもこれオフロードこのサイズ走っていいのってすごい思っちゃうんですけどなんかわかんないけどさ、堅実なミニバンって例えばトヨタのノアとかさ、はい、ボクシーとかさ、はい、ああいうのってもう何、ま、普段使いに特化したさ、うん、もう利便性を極めた車じゃん。そうですね、これはさ利便性とか極まってないじゃないですかいや極まってないですよだいぶ、うん、駐車場これ大変、明らかでかいし高いしさ、はい、遊び心すごい感じる。あ、そうですね、うん、だからこの私が憧れるこのサイドステップはたまらないですね、うん、そうだね、子供も大好きだしこれないと乗り降り不能でしょこれ G バー乗れないです。 G バー無理だよこれこうやってね、あ、電動で、うん、すごい。でここにもやっぱ足元照らすライトがついてたり、うんうんうん、でこれすごいんですよ程度が。内装めちゃめちゃ綺麗だ。結構遊ばれてる車のイメージだから、うん、もう何年も20年以上経ってるしボロボロなのかなと思ったら、うん、すごいオーナーさん大事に乗られた。これはちょっとデリカオタッキーなお客さんなんじゃないですかいやだいぶオタッキーですよ、うん、だって部品取りありますもん。しかもねこれあのさっき花ちゃんが限定車だよってお伝えいただいたんですけど、はいはい、これ運転席にある、はい、ある装備、え、ほらこれこれこれ、このメーター、はい、これなんか三菱車っぽいじゃないですか。え、これはまあ電圧、電圧、
サーモメーター、だから温度計なんじゃないですか。あ、外の外気温、はい、これは何で、これ多分車体が今どれぐらい傾いてますよみたいな、要は水平メーターっていうか。あ、そうですね、工事現場とかでもなんかよく見る、なんかこういうのね、パジェロミニにもついてました。あ、ついてました、ついてました。阿部ちゃん乗ったことありますもんね。これすごいな、今ちょっと傾いてるってことですよね。あ、でもこれ不動なのかな、メーターは。ちょっとどうなんだろう、これはあのこの手動っていうか、うん、電動じゃないから、はい、多分傾けば、そうですね、その分、うん、動くけど、こっちはもしかしたら、そうそう、ちょっとこれ配線もしかしたらされてないかもしれないね、はい、でやっぱでかいんで、ワイパー見てください皆さん、あの FD2 みたい。あの、あんまりこういうワイパー見たことないですよね。そうだね、トラックかなって思っちゃう。で、コラムシフト、往年の、おー、いいですね。そのおかげでここがちょっとね、スペース広いっていう、はい、で、デリカは、はい、ディーゼル車もありますけど、はい、これ2台ともガソリン車ですね。そうですね、うん、3リッターの V6、 はい、 V6、 V か、そうだ、 V だ。しかも3リッターの V6 といえば三菱、うん、3リッターの V6 といえばパジェロ、まあ、パジェロもそうなんだけど、パジェロはディーゼルの車があるけど、はい、ガソリン車はなんとスポーツカーの GTO。 おお、同じ、同じエンジンなんですか。あ、ヘッド違うけどね、GTO は DOHC だけど、これは SOHC だから、そうですね、うん、でもまあ型式というか同じ、うん、そうで、足回りはこれパジェロベースですもん ね、 ボディ、だから三菱さんは、三菱さんは車やエンジンを新規に開発せずに、まあ、流用しながら、流用改良で堅実な、それもちょっとエボと似てるところはありますよ ね、 最後で変わっちゃったけど、うん、こんなん、ここにコインケースなんか置いちゃダメですよ、どうせポロポロっていっちゃうんだから。これ4駆のハイローと、そうですね、肉と4つ走行を選べる、うん、なんか作りがトラックみたいですね、うん、今の子多分このパジェロの運転席に座ったら、うん、どれが何なんだろうってなっちゃう、うん、コラムシフトもよくわかんないし、いやでもなんかこういうさ、はい、あのこれノーマル状態でこの目線でしょ。そうですね、すごいいい気分です。これは多分あのでっかいアメ車でも全然負けない視線の高さですよね、うん、なんか高層マンションに住む人の気持ちがわかる。そうだね、もう車庫端とかも見下す感じですよ。そうだね、そうだね。一応こっちも見ますか。これ部品取りなんでしょ。部品取りです。全然部品取りじゃないじゃないですか。多分やっぱ潔くトラスト企画、全然綺麗だし、できなかったのかなっていう。ほら全然綺麗。こっちはちょっとなんかオシャンですよね、うん、内装が。シャモニーってスイスだよね確かね。あ、フランス、あ、フランスか。フランスの、うん、あのアルプス山脈ってか有名な。あ、俺ね、シャモニー走ったことある。走ったことある。グランツーリスモで。ゲームかい、うんうん、びっくりしちゃった。走ったことあるよ。やっぱそう、その風感じますか。そう、あの雪のコースだから。あ、そうですね。でもこっちなんか結構やっぱ部品取りなんで、うん、まあ、ある程度見た目は綺麗なんですけど、うん、こう行き届いてないメンテナンス、はい、がされてる部分ありまして。どういうことですか。これちょっと走らせた方が分かりやすいかなって思うんですけど、うん、ちょっとあの、うん、軽くでいいんでブレーキ踏んでもらえば、はいはいはい、もうすぐ分かるかなと思います。エンジンはね普通にかかりますよ。全然バッチリかかります。エンジン普通にバックもするし。阿部ちゃん目ん玉飛び出ないかな。じゃあブレーキ踏んでみますね。あの、すいません、ここあの海じゃないよね。あ、ここ、地面だよね、うん、陸です。ちょっともう一回やってみるね。わかりました、阿部ちゃん。これは足回りショックというショックが全て抜けていますね。これショックレス、ショックレスサスペンション、はい。やばいやばいやばい、ボディだけどっか飛んでっちゃいそう。
これダメでしょ、これ。しかもこれ、あの軽く踏んだだけでやばい。脳みそいかれちゃうんで。これちょっと行為に及んだら大変なことになるよ、これ。あ、特に右前がすっごい右前が。確認してる。だってこうやって揺らす、揺らしたらほら。あ、確かに。人間でも揺らせる。これはまずいね。そうですね、うん、ここはちょっと部品取り車だなっていう部分。なるほどね。今日せっかくこのオフロードコースに来てるじゃないですか、はい、これだってオフローディーな車なんでしょ。そうですよ。これ走らせた方がいいんじゃないですか。実は、はい、あの今回、はい、土地を所有してる大魔王、はい、ミークに国家許可を得て、え、マジで走ることできるので。なんと。え、じゃあさ、はい、まあ、普通のデリカ、しかもあっちなんかオフロードタイヤみたいなの入ってるから、あの、まあ、普通に走ることは予測できるんですよ、はい、こっちの抜けた車で走ったらどうなるか見てみたいと思いません。はい、見てみたい。じゃあちょっと走ってみますか。はい、はい、行ってみましょう。じゃあレッツゴー。じゃあちょっと行ってみたいと思います、はい、4駆のデフロック。いや、今4駆のね、4駆のロー、オープンデフ、はい、4駆のローです。はい、じゃあちょっと合図するんで、はい、じゃあね、うわーマジで緊張する。じゃあちょっと待ってください、俺そっちから撮りますね。すげえ怖いんだけど。いや、乗ってる私ももっと怖いです。あ、てかまずここに入れないわ。回り込んでいこう、ぐるっと。コースは、コースはね、そこがコースインです、はい、こっちがコースイン。ここ、ここコースイン、ここですね。ここコースインです。では、うわーマジで怖い。抜けたサスペンションのデリカでオフロード走るとどうなるか検証してみたいと思います。ちょっと待った。お、これ今やばいよ。今肉だから、はい、これ4駆、これ4駆に、今ね、四駆にしてます。もう四駆になった。で、これデフロックもできるんだよね。そうですね。極悪路。デフロックどうやるんだろう。じゃあとりあえず取りますね。はい、お願いします。はい、じゃあちょっとね、こういう動きをする車で。大丈夫なのこれでオフロード行って。オフロード走ったらどうなるか。しかもこれ普通のスタッドレスのつるっぱげです。大丈夫でしょ。じゃあちょっと行ってみたいと思います、はい、4駆のデフロック。いや、今4駆のね、4駆のロー、オープンデフ、はい、4駆のローです。はい、じゃあちょっと合図するんで、はい、ね、わーマジで緊張する。一応コースがですね、このこっから入って、あのポールを回ってこっちから出てくるらしいです。よくわかりません。意気込みは、意気込みは乾燥する。じゃあ行きます。シンプル、レディーゴー。うわー、やばい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 。待って待って、わー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 、やばいやばいやばい、全然コントロールが、はい、み、あ、でもね、意外といけます。あ、でも本当に、本当にこれまずいな、バックだ。おー、待って待って、やばいやばい。これね、最後の欄干あるんですよ。そこ段差なの。そこ段差、ここですね。うわー、でも走れたよ。走れた。いや、走れたって言うんですか。待って、揺れすごいし、揺れすごいし、走れたよ。走れた、走れた、走れたけど完走できたよ、ちゃんと。大丈夫ですか。正気ですか。命からがらなんですけど。ちょっと待って。
飛んだよ最後。最後飛んだ。最後飛んだ。飛んでたよ最後。記憶ないんですけど最後。いやあのねデリカの走破性すごいわやっぱ。いや本当か。じゃあショックなくてもいいってことですか。ショック抜けてる方がいいかもしれない逆に。乗り心地的な。そう。いやそんな感じで、はい、無事に走り終えました。無事なのか。ということで。やばいもう一点見つめちゃう。おーい戻ってこーい。あエンディングエンディングか。あの良かったですデリカ。いやマジ頭おかしいですこの車。ファミリーカーでこんな機能いるかっていう。だから言ったじゃん。はい、現実の現実性なミニバンじゃないのよ。そうですね。もう悪路行けちゃう遊び心のあるミニバンなのデリカは。いや実感しましたわ。馬鹿にできないこのすごい車。いやでもやっぱりほら今三菱自動車頑張ってるでしょ。そうですね。デリカミニも出たし。はい。なんか今度あの車復活するらしいじゃない。え？パから始まる？パから始まる。マジかよ。ジェロで終わるやつ。パジェロしかない。それは楽しみですね。そうだからトラスト企画はね、はい、あのランエボーとかああいうスポーツな三菱車のイメージありますけど、うん、こういうデリカとかオフローディーな車も大歓迎です。はい、しかもどちらもきちんと値段を提示した上で買い取りさせていただいてますので、 そうですね、そこら辺の専門店よりいいかなと思います。うん、そう思います。はい、はいということなので、まあ、パジェロ大好きな皆さん、三菱大好きな皆さん、もしね、あのお車手放すときはぜひトラスト企画も一緒にご検討していただければなと思います。ぜひ、はい、パジェロエボリューション持ってる方わー見たい。ぜひトラスト企画に ご要望よろしくお願いします、はい、お待ちしております。ではこの動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方お願いします。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。車好きのみんな集合。一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中。誰よりも車に詳しい、三度の飯より車。現役の走り屋、 GTR が好きで仕方ないやつ、マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう。あなたのご応募お待ちしています。